のために、一人はみんなのために、思いに応えるのが王様だ。お前の愛がよろしく、全てを焼き尽くす。みんなは一人のために、一人はみんなのために、思いに応えるのが王様だ。よし、これこそが愛。みんなは一人のために、一人はみんなのために、思いに応えるのが王様だ。当てるはずはず。獣神化界ダルタニャンのステータスこのようになっております。はい、来ましたダルタニャン。嬉しい嬉しい。ステータス見ていきましょう、うん、こちらアンチダメージボールだったものが超アンチダメージボールになりまして、うん、アンチワープも追加、はい、そしてマインスイーパー L だったものも超マインスイーパー L だったので、はい、結構自身の火力底上げしてくれますね、うんうん、そしてファーストキラーもついたので、はい、こちらねショット後最初に触れた敵の種族に対して攻撃力もアップするので、うん、相まった時かなり強そうですよね。強そう。殴りもね期待できますね、うんうん、さらにダッシュもあるのでより多く殴っていくこともできると、うん、そして一応レーザーストップでレーザーも受け止めて HP 管理もできますし、うん、SS ターンチャージを持っているので味方もサポートもできる、うん、はい、となっておりまして、はい、気になる友情コンボ見ていきたいと思います、はい、うん、こちらが鋭角三方向追従型貫通弾。鋭角なった。まあ先ほどでもゲーム画面見ていただいてると思うので分かると思うんですけども、うん、この角度がちょっと狭くなった感じですかね、はいはいはい、ですので狙った敵に対してダメージを出しやすくなったんじゃないかなと思います、うんうん、はい、そしてパワードライブも持っているので、うん、まあ、両方合わせてなんか画面全体の、ね、ね、敵に対して攻撃ができる友情コンボセットですし、うん、ファーストキラーも素敵です、はい、乗ってくるので、うん、もう今回ですとシュリンガーラはもう友情で溶けていくようなすごかったね、はい、ステージとなっておりました、はい、そしてストライクショット触れた壁すべてにヒーリングボールを貼る、うん、1段階目が12ターン2段階目が20ターンとなっておりますので、うん、こちらファーストキラー生かして、うん、まあ、殴っていってもいいしヒーリングボール貼って HP 回復にいってもいいといったダルタニャンとなっております、はい、ということでダルタニャンも獣神化解したということで、うん、もうねこのアトス、ポルトス、アラミスも獣神化解でみんな獣神化解になったのでちょっとエモエモパーティーでも今回紹介させていただきました。はい、ダルタニャンはこちらもございます。じゃーん、ということでクリスマスバージョンとなっております。めちゃくちゃ可愛い。可愛いですね、うん、ぜひこちら持っている方は獣神化解してみてください。以上獣神化解ダルタニャン紹介していきました。この後すぐ10時に解禁いたしますので、うん、皆さん獣神化解してみてください。それではバイバイ。